関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は征夷大将軍につき江戸に幕府を開いた。信行は弟幸村の除名が許されたことを深く感謝し、上田藩主として家康と幕府に献身的に尽くした。やがて関ヶ原の戦いから15年後、豊臣家は幕府と決裂、大阪城に挙兵した。信行は家康の目指す太平の世を完成させるため諸大名と共に軍を率いて大阪城を囲む。大阪城にこもる浪人たちの中には関ヶ原の敗戦後九度山に蟄居を命じられていた幸村の姿があった。真田の将、大阪の陣。この手で守ってみせる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。稲も続きます。幸村が豊臣方に。さようか。申し訳ございませぬ。ですが弟の分までこの信行が働いてご覧に入れます。いい手は真田のため、弟のためか。そなたは幹となって咲かせたいのだな、幸村という花を。だが花は散るものだ。わしも徳川という木から花が散るのを幾度見てきたか。さぞやおつらかったことでしょう。花の散るのを惜しむのは人の勝手な解釈に過ぎぬ。花は散り、明くる年にはまた開く。民という花、蝶という花、時を超えて咲き続けることにこそ意味がある。よいな信行、花が散るのを悲しんではならぬ。大阪城の包囲はなった。総攻めを始めよう。この一戦にて乱世に幕を下ろす。この真田丸こそ守りの要、いかな敵とて寄せつけぬ。せい救援こう。今お前が何を言うか。私の親方様が私に覚悟を促した時がついに来るのだな。今こそ2000、ここに示そう。私は幸せだ。
真田のな、怪我させに済んでよかった。真田のな、怪我させに済んでよかった。徳川幕府は成り立たない。秀忠様を死守せねばならん。持ち物、稲が成敗いたしました。敵にしろ味方にしろ、真田は侮れない。大手門や玉作りもやめてたのくせに。信行様、ここは稲だ。味方も苦戦しておるか。さすがは雪村よ。ならばこちらは大槌にて敵を崩す。準備急げ。このままではまずい。急ぎ大槌拠点を落とし、砲撃を食い止めよう。任せて。さあみんな、縦に分かれて出撃よ。注目なさい。まっすぐ。大槌は徳川軍の切り札。邪魔はさせない。突き捨てる。あとは私に。敵将、撃ち取ったり。お前もこの桜に。真田のな、怪我さずに済んでよかった。勝機はあるぞ。敵将、打ち取ったり。好きにはさせん。敵将、打ち取ったり。
今からは目が離せないな。大阪城と真田丸、双方に大筒を打ち込め。真田幸村出陣。真田丸は大阪城は我が槍が守る。開門。雪村、今だ。真田丸を抜き大阪城へ踏み込むぞ。今こそ二戦。もののふの魂、この槍にて貫かん。真田の戦、まだだ。体勢を立て直す。勝ち目はないぞ、雪村。落城の時間の問題か。だが私が撃たれれば、豊臣の将たちは死ぬ。命を賭して戦った者のために何としても落ち延び、豊臣の世を繋ぐ。開門。せめて家康公を討ち、花と散らん。開門。行きます。
こそ戦国最後を彩る大輪の花。だが花は散るが定め。心得ています。すごいな。だがお前ならもっとやれるさ。敵将討ち取ったり。撤退する。大阪城に持ち上げ美女入手。本陣落とされてから気づいても遅いわよ。あとは私に。バカめ、本陣はわしが守っておる。貴様ごとき近づけもせぬわ。さずに済んでよかった。サラダの名、怪我さずに済んでよかった。素直にここは借りておくわ。雪村様、最後まで一緒に戦わせてください。私は雪村様の忍びなんです。フラッチです。家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。
花と血はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村！雪村、来い、勝負だ。お前が咲かせた花、私が守っていこう。